先進デバイス工学領域の渡辺です。我々の研究室では従来のシリコン半導体に代わる新しい材料を用いて次世代を担う先進デバイスの研究を行っています。具体的にはシリコンカーバイド SiC や窒化ガリウム GaN、 さらにはゲルマニウム混焼半導体を使って電気自動車に使うパワーデバイスや光デバイスと電子デバイスと融合したハイブリッドデバイスの実現を目指しています。これらのデバイスを作り上げるためには新しい半導体超薄膜を作成したり、様々な材料界面の構造を原子レベルで制御して必要とする電子物性や光物性を得る必要があります。さらにこれらの取り組みでは高度な材料分析やナノ加工技術、表面処理技術を組み合わせる必要があります。つまり、精密工学コースが掲げる材料、加工、計測の3つの研究開発の集大成として先進デバイスを作り上げることが我々のミッションです。皆さんにとって大学院の修士課程や博士課程はとても貴重な、そして限られた期間です。当研究室では最終目標を先進デバイスの実現に置いていますが、その過程では材料、加工、計測、そしてデバイス工学のすべてを学ぶことができますので、これらの分野に興味のある学生諸君を歓迎します。